はい、皆さんこんにちは。プラネットクラフター続きからやっていきたいなと思います。いやー、相変わらず昆虫が全然増えません。今まだ 1.25 なんだよね。もうなんか昆虫になった途端ね、全然増えなくなっちゃったんだよね。はい、まあテラフォーミングも15ギガぐらいということで、今日も早速やっていきたいんだけど、今日はですね、ついにですね、やりたいことがまああるんですけど、これさ、ツリースプリッターのね、これが作れるようになったんですよ。2。これで、そう、今までこれしか作れなかったんだけど、もう、これの最大の弱点はさ、これ見て、これ水辺にしか作れない。水辺っていうか水上にしか置けないんですよ、これ。そう。だからなんでこれさ、水面なんだろうってずっと思ってたんだよね。そう。だから水面に置くってことは、これもう、エリアが水辺に限られるから、こう、なんていうかな。まあ一応こうやって置いてんだけど、もう全部こうやって、この池というか湖を囲うようにね。まあこう生えてくるわけなんですけど、まあでもこれだとね、はい、ご存知の通りここの中側にね木が生えてこないんですよ。これで生えなくねって思ってて使えねえなとか思ってたら、やっとですね、この T2 でですね、こいつはどうやらですね、この陸地にね、もう水上じゃなくて陸地に建てれるみたいなんで、このね内陸のところでようやくですね、念願の食事ができるということでですね、今回はですね、こいつ、この釣りスプレッターをね、どんぐらいかな、4つ分ぐらいかな、作れるようにね、素材をね、集めてきたんで、はい、いよいよですね、ここら辺をね、ジャングル化計画、本格的に始めていこうかな、と思います。これ、いいよね、まあ、ちょっとね、とにもかくにもですね、早速ね、置いていこうかなと、まあ、どんな感じになるんだろうね。まあ、とにかくですね、この内陸にね、どん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 こう、植えていきたいんだよね。まあ、こうやって。やっぱね、これ最初なんで水上なんだろうなってずっと思ってたんだよね。まあ、水辺が、あれか、水があるから、木が生えやすいみたいな、そんな感じなんかな。で、これ、まあ、4つ設置して、4つかな ?4 つ分、4つ分だよね。4つ分あるから。で、この中に、こう、とにかくですね、種を植えていくわけですよ。いや、いいね。やっと内陸に、木が植えれるようになると思うとね、めちゃくちゃ楽しみ。もうこれ水辺しかね、木が生えなかったのが、これで内陸に来ればですね、いろいろまた広がるし、まあ、とにかくバイオマスも酸素もね、どんどん増えていけばね、あれじゃん、どんどんテラフォーミングも進むんじゃなかろうかという期待をしてるんだけどね。どう、これ生えてる気配ある？ちっちゃいのがね、最初ポツンって出るんだよね、可愛いやつが。あ、出た！これこれこれ。可愛くない？これがね、ほら、微妙に大きくなってってるよね。これね、覗くのが結構好きなんだよね、俺見てるのが。ちょこちょこってこう、大きくなってくんだよ、徐々に。そう。あ、いいね。これが、もうこのエリア一帯にこう、生えてくるんかな。めっちゃ楽しみ。でさ、これ今、ツリースプレッター2なんだけど、これってさ、3まであるよね、確か。3って、ちょっと待って、酸素が一回戻るわ。3ってさ、もっと、範囲が広いんかな。ちょっと待ってね。これね、俺ここに、この、あれ、いろいろ、解除のやつ、設計図置いてんだけど、どこだっけな。これこれこれ。ツリースプレッターさん。これね、テラフォーミングが79に行かないと、解除できないやつなんだけど、まあ俺まだ15しかないから、当面先なんだよね。でもこれ3、だから多分、めっちゃ範囲広いんだろうね。もう一気にブワーってジャングルにできんのかな。あのね、とにかくね、ま、こうやって水辺にはめっちゃ置いてんだよ。うん。だから水辺だけにはこう木々はね、生えてくんだけど、まあ、まだね、内陸がそうするとね、植えられないってことで、このツリースプレッターでどんな感じになるのかってめっちゃ楽しみにしてる。で、あとあれ、そうそう。で、ってこの種の種類なんだけどさ、まあ、この DNA のやつでさ、これいろいろあるよね。この、リニフォーニアとか。で、まあ、いろいろこう、いろんな種類にも、これ全種類一応あるんだけど、これ、酸素乗数がこれ150、150が2つあって、あと全部125なんだけど、ってなると、これあんまり、あれだよね。種類って関係ないよね。もう 125% か 150% って話だから、あとはなんか好きな形の植えてけって話だよね。うん。だから、まあ、いろいろね、今いくつか何種類か植えたんだけど、まあ、俺的にはね、まあ、これぐらい、こういう感じなのがスタンダードでいいかなと。で、やっぱちょっとね、気持ち悪いなというか、なんかちょっと不気味な感じがするのがこれね。これちょっと恐ろしくない？この、なんか不気味感ない？この、
グレーというかグレー赤みたいな、レッドみたいな感じ。なんか気持ち悪いよね。なんかアマゾンの奥とか行って、なんか気持ち悪い生物がいるとこにあり生えてそうな、なんかそんな感じ。まあこれ、まあこれがいいんだけどな。あと微妙にね、もう一個嫌なのがこれ。これもなんか不気味じゃない？なんか俺嫌なんだけど、なんかでっか、まあこれ葉っぱなんだけど、でっかいキノコに見えんこれ。なんか若干なんか嫌なんだよな。いやー俺だからやっぱりこの今んとこね、このシンプルなやつがいいかな。うん、これがうん、なんかこれをいっぱい埋め尽くそうかな。まあ種次第だけどね、持ってる種次第だけど、まあ一通りね、ここら辺のね、水辺の周りはね、この拠点の近くのね、一通り植えてんだけど、まあこれ水辺しか植えられないから。でも待って、あれでさ全部陸地に植えれるようになるってことで、これ水辺のこれ全部釣りスプレッダーで使ういらないかな。水辺にも植えれるもんね、あれ陸地の近くにね、ここの水辺の近くに設置すればね。これ水上にあるやつ全部撤去かもしらんな。どう生えてる？あ、いいね。おーおーおーおおお、こんな風にいいです。いやこれマジでジャングルになってくぞこれ。あ、いいいいいい、こうやって生えてくんだね。あー、いいね。はい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 、こっちも生えてる。あ、これはちょっと楽しみ。いい感じに生えてきてるね。いやー釣り、じゃあここまで来ると釣りスプレッター3が欲しいね。3だとどこまで行くんだろうな。まあそれがちょっと楽しみだし、あとなんだっけ、ねこれ釣りスプレッターもそうなんだけど、これずっと気になってるけど、これ何に使うの、これ核融合エネルギーセルって。これって電力じゃないよね。なんか何に使うんだろうねこれ。電力なんかな。核融合エネルギーって書いてるからね。だから今一応さ、これもう1835っていう、これバカでかいエネルギーを立てたおかげでね、俺ねもう電力すげえ有り余ってんの今んとこはね。今んとこはまだ2200貯金があるから、まあ、立ててるもんがまだまだ足りないんだろうけど、今後ねいろんな起点作っていくから電力いっぱいいるだろうけど、これをもう上回るエネルギーができんのかなこれ。これがね若干ね何なのかなって気になってる。まあでも578なんでね、前も言ったけど、まあ当面先を15ギガしかないから、うん、でも楽しみだね。まあでもね今ね、今後ね見えてきたのがこれ、鉱石抽出機 T2。 まあこれで何、地面から希少な鉱石を抽出しますと。だから今まで取れなかった、さらに違うねレア度の高い鉱石が取れるんじゃなかろうかということでね、これをね早く期待したい。今もう気圧が180まで来たから、まああと180ぐらいだね。うん、まあもうちょい先だけど、これを今楽しみに待ってる。よし、ということでどんな感じ。あ、徐々に生えてきたね、いいね。これでもあれか、あ、いいね。ちょっと待ってみようかな、ちょっと成長待ちしますね。これがちょっと待ったらどういう風になるのか。はい、皆さん少しね時間を置きました。したらだいぶね成長してきた。すごいねこれ。めっちゃ雰囲気変わったよね。もうほんとなんか、まあまだ下は砂漠だけどさ、グリーンじゃないけど、すげえなんかジャングルになり始めてるよね。なんかこの生い茂ってる感じがだいぶ雰囲気変わったな。いいねこれ、すごくない、ね、よくない、めっちゃ雰囲気変わったよねイメージ。まあこれもっともっと多分生えてくるんだろうけど、時間経つとね。あ、でもいいわ、これをここら辺にそこら中にいっぱい立てたらさ、ここら一帯がさ多分ジャングルになっていくと思うんだよね。あ、でもいいね、すごいな。あ、いい、なんか自然に囲まれた感じがめっちゃいいわ。あ、これいいな。まあ3スプレッター2だから、3になるとねもっと多分強力になると思うんだけど、まあでも2でもですね、とりあえず今は2しか作れないので、まあ、だいぶすごいよね。あー、でもいいです。はい、だいぶなんかジャングル感が出てきたんでね、はい、これをさらにですね、もうとりあえず建てれるだけ、まあ建てれるだけというか、まあたくさんですね建ててですね、ここ一面をですね
できるだけこうジャングルに近づけていこうかなと。そうすればだいぶ地球に近づくんじゃない？てか多分さ、これいっぱい出てたら多分テラフォーミング上がるよね。もっとテラフォーミングしてほしいんだよね。まだ16しかないんでね。まあ500とかいうのもあったりするんでね。まだまだ多分もっとテラフォーミングを加速させる方法があると。まあ俺多分バランス悪いんだろうね。なんか気圧とか温度とかいろんなものを総合的に全体的に多分上げないと、テラフォーミングって多分上がりにくいんだろうけど、まあもっとね試行錯誤しながらね。まあとにもかくにもですね、緑がねこの惑星にも増えてきたと。どうですか皆さん、ジャングルに見えませんか？まあ今後はですね、これより拡張していってね、どんどんねこの惑星のね何緑化自然化をね進めていければいいかなと思います。はい、ということで今回ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね。バイバーイ。